もう今はこれが日本の国内でのエアラインパイロットの一つの安全ポリシーですからそれができない人はやはりんっちゃ困るとうんと僕は思うんですよねあ僕ちょうど今免許を取り始めてるところで、はい、まだ全然飛行時間短いんですけどあのプライベートの免許ではこういうことは言われないですかもちろんやってはいますけどまだスタビライズドアプか そういうふうな感じでは言われないですけど、うん、まあ似たような話はされますよね<ー>その降下率の話とかあ<ー>まあただまあ僕今調布飛行場でやってるんで全然その混んでないんでそんな慌ただしくもないしただあそこ離着陸の降下の角度が結構厳しいじゃないですかです、ね、滑走路短くてもう住宅地が迫ってるんで通常よりも高い角度で離陸するし、うん 大きな角度で着陸するんでる、うん、通常よりはちょっと怖,怖いというか